皆さん、こんにちは。今回は、長陽大橋の第2弾です。大津方面から昼間撮影しました。それでは、最後まで見てってくださいね。最後まで見てくれないと、お、し、お、きよ。道の駅、大津、辛いもたい焼きは、有名です。南阿蘇村で有名な食堂、ふるさと食堂です。工事が至るところで行われています。
震災時、土砂崩れが起きて通れませんでした。まっすぐは行けません。工事が至るところで行われています。ところどころ狭いので気をつけてください。
工事が至るところで行われています。ここからだと阿蘇ファームランドがよく見えます。車の運転には十分気をつけて